はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。このままですね、カイザーベリアルのいる玉座の間ですね、この奥へ進んでいきたいと思いますと思ったら始まった誰もいないな。逃げたアイアロンが待ち伏せしているかと思ったが、なんだよ、拍子抜けだな。ベリアルのとこじゃないのか、先へ行くぞ。ここは何もいないみたいですね。ダークロックスのチップはまだ持ってないんだっけ。お、ユニコーンが次で上がりますね。お、ここは全然関係なかった。意外に玉座のままであるな、距離が。すぐかなと思ったけど、関係なかったですね。ってことは道が違う。お、ダークトプスやっと手に入れた。こっちか。そうするとで、ここは関係ない。バックアタック食らった。しかもおーっと、ここで何か起きるか。とりあえず大丈夫そうだな。う、後ろだ。アイアロンだ。貴様らどこへ行く。アイアロン、やっと出やがったな。よくも俺の顔に泥を塗ってくれたな。しかも一度じゃねえ、二度だ。今度こそ息の根を止めてやる。ダーン。グッ。俺の攻撃を受け止めるとは。おい、大丈夫か。大丈夫だ、こいつは俺たちが引き受ける。グレン、お前たちは先へ行ってくれ。俺たちが先行っちゃっていいのか。何をこそこそ話してる。この俺に小細工は聞かんぞ。く、今のうちに。おう、二人とも行くぞ。何、行かせるか。お前こそ。くそ、こうなりゃ貴様らから順番に料理してやる。お、アイアロン戦だ。ま、いつも通りのパターンでまずは行きますか。ダブルアクションはいらないかな。なんかいいものがあればな。火まあライダーは回復役ですからね。痛い。ハイパーバズーカ撃っとこう。よし、下がった。でも当たる。とりあえず今のところは。うおーかわされた。なんとかなってんな。間違えた、間違えた普通に間違えた。で、ヒールレインを打とう。よしよしよし。命中率下げても結局ミスるな結局当たる。
ここでトランザムを使いましょう。で、ちょっともう一回フルサイクフレームを打っとくか。で、こいつは、こいつに回復をさせて、こいつはダブルアクションのとこ。暴れ回った。よしよし。ここでラッシュ3を打つと。ほいほいと。これで押し切れるかな？ライザーソード。いや、ライザーソード1回打つか。で、強いやつがいい。これ。くらい8000。いけんな、これ。よしよしよし。弱かったな、アイアロン。お、これで退場か、アイアロンも。グッカー。よし、グレンたちを、おあっさりしてんな。まあ、ちょっと SP が減ってるっていうのはあるけど、とりあえずこのままいきますか。レベルが上がってくれれば助かるんですけど、どうだったかな、経験値的に。あー、まあまあ、でも次のイベントが始まるまでには上がらないかな。ん、ここは、お、ここは近道。あ、近道ですね。ちょっと帰ろう。じゃあ、で、アイテムもちょっと預けて、アクティブクロークを1個出しちゃいますか。めんどくさいから。中継2と。アクティブクローク、じゃあサクサクサクっといきましょう。ここっぽいっすね。激しい戦闘音が聞こえる。グレンたちか。テアテアファイアーギュア。あー、どうなってんだ。何、聞かないの。テアハッ、聞いてないのか。ふん、トア。恐竜戦車じゃん。いっぱい倒してたよ今まで。ギュア、なんてパワーだ。ギュア、痛え。ザコのくせにおかしくねえか。確かにこれは普通じゃありませんね。グオー、グアー。あ、なんなんだ。大丈夫か太郎、来てはいけません。怪獣たちの様子がおかしい。とてつもなく凶暴化している。凶暴化、まさかバーサーカーシステムでは。あ、何バーガーだって。ガッテアギャー。確かノーベルガンダムが詳しかったな。太郎は拠点に連絡し状況を伝えた。その映像を見たノーベルガンダムは即座に答えた。間違いない、バーカーサーバーカーサーとか言って、バーサーカーシステムだわ。でもなんでベリアル軍が。これもババルー星人がもたらしたんだろう。なんとかする方法はないのか。誘導波を止めることができればバーサーカー状態は解除されるわ。どこかに発信装置があるはずだけど。そんなもの見当たらないぞ。どうやって探せって言うんだ。うわー、うわ、アンク、
怪獣の数も増えてきている。なんとかしなければ。バーサーカーシステムなら広場へ行く途中の壁を調べてみてください。その声はアストラ。途中の壁確かなのか。僕はデビルガンダムに取り込まれている間も意識を保ちながら外の情報を集めていました。すげえなアストラ。ババルー星人が玉座の間防衛のために何かの装置を設置していたのを知っています。わかった、行ってみよう。グレンファイヤー、ミラーナイト、ジャンポット、もう少しだけ粘っててくれ。おう、早くしてくれよ。こいつら大変だな。ヒーローたちはその場を離れるとアストラの言う場所へ急いだ。どこ？あ、ここ。目的地がありますね。すぐだし、ここだな。壁を調べるぞ。おお。ありましたか？通路だ。その先です。わかった、念のため通信回線はこのまま繋いでおこう。行くぞ。え、めっちゃ普通だし。どこだ、このまま進めばいいのか。道がさっぱりわからんけど。お、なんかある。とりあえず全開だよね。あそこにコンソールがある。ありましたか？ああ、あれが誘導波の制御盤か。貴様ら、どこまで邪魔する気だ。やはりお前の仕業か。俺の手で抹殺してくれる。あんまり会話がないな。とうとうババルー星人と戦いっすね。ツインドライブ、フルサイコフェーム、メテオ。こいつは昼目、不意打ちで攻撃。自分も食らってるし、ひるまない。あれ、もう一回攻撃してきた。バスターソードにマグナム。さあまた回復に入ろう。強え。いけー。お、一回攻撃か。どうしよう。まあ、念のため回復はしておくか。どうもな、やっぱりウルトラマンだな。こいつは攻撃できるな。ビームブレイク。やばい、めっちゃ食らう。いてー。回復するか。おーっと、これはいけんじゃないの。もう一回か。ダブルオークアンターのメーターが溜まってないですからね。で、リカバリーキット。こいつは攻撃、プリズムブレイク。まあ、ラッシュ使うまでもなさそうだけど、まあ、せっかくなんで使いますか。レベル3。ライザーソードで終わりだな。エメリウムもいけるし。おっとっと、これで終わりだ。この世界に神はいない。神ではなく俺たちがやるんだ。ドランザルライザなければならない。世界はこんなにも簡単だということ。おーし、まあ余裕でしたね。
お、ババルー星人も終わりと。くわー、あっけなかったな、ババルー星人。よし、制御盤を。ヒーローたちが制御盤を操作すると誘導波は停止した。止まった。これでバーサーカーは解除されたはずよ。ノーベルガンダムか。グレンたちのところへ戻るぞ。うん、これでとりあえず大丈夫っすね。じゃあ回復しましょう。アクティブクロークがちょっともうないから調達しましょう。リカバリーキット使っちゃったから何個か持ってって、アクティブクローク、デビルキューブは中継地点2までしかないのかな。まあとりあえずまたアクティブクロークを使って、さあサクサクいきましょう。待たせたな。みんな大丈夫か。ああ、ちょうど今敵を全部片付けたところだ。おう、ちょろいもんだったぜ。怪獣ども急におとなしくなりやがってよ。その後は楽に倒せました。そうか、だが思わぬ伏兵だったな。怪我はないか。大丈夫だ、この程度でメディカルルームの世話にはならねえぞ。わかったわかった、一緒に行こうぜ。この奥が玉座の間だな。ああ、カイザーベリアルの野郎がいるはずだ。超決戦 VS カイザーベリアル、マジか。これか、玉座の間見えるな。とりあえず全開のはずだから。あれはベリアル軍のエンブレム、いなくね。ダークゴーネ、ほうほうほう、まさかここまで来るとは。いた。よう、ヒーローども、よく来たな。カイザーベリアル、やっとお前を倒す時が来たぜ。さあ、最初は何からお見舞いしてやろうか。無礼者、陛下には指一本触れさせはしない。下がれダークゴーネ、こういう連中は肩慣らしにちょうどいい。ヒーローども歓迎しよう、これが挨拶代わりの一撃だ。グワーノワー、桁違いだ、今までの敵とは。ち、なのふん。くわグレン。その時、回線をつないだままの通信機から光の声が呼びかけた。大丈夫か。バースたちを第二別動隊として向かわせている、合流してくれ。わかった、一旦引く。結局引くのかよ。あ、ボスガンだ。何かいるぞ、クライシスの幹部か。ボスガン、まずい、後ろからもカイザーベリアルが。ふっ、逃げるのか。これ以上お前らを野放しにできるか。ヒーローにカイザーベリアル、ふっ、クライシス帝国の連中か。お前ら俺様が集めた欠片を横取りしようと企んでるんだろう。カイザーベリアル、クライシス帝国、リジェスの復活などあってはならないことだ。リジェスはクライシス帝国理想の現実のため、理想の実現のため必要な力なのだ。はっはっは、揃いも揃ってほざいてろ。カイザーベリアルはクライシス帝国の幹部たちとヒーローたちをめがけて凄まじい衝撃波を放った。ズガーン、ぬわーん、うー、カイザーベリアル、なんて力だ。お前らよく聞け、俺様は残り一つの欠片のありかを知っている。何、これからそいつを奪いに行くところだ。なんだと。その時どこからともなく声がした。その必要はない。あ、誰だ。おお、シナンジュだ。空中に映像が映し出された。そこにはシナンジュの姿があった。カイザーベリアル陛下、私は袖付き、すなわちネオジオンのシナンジュです。シナンジュ、貴様、
ヒーロー諸君にクライシス帝国の方々もお揃いか。本来は陛下だけにお話しすべきことなのだが、まあ気にすることもあるまい。何が言いてんだまどろっこしい。ならば陛下、単刀直入に言いましょう。私の持っている欠片を献上いたします。な、だと？は？何を企んでやがる。どういう風の吹き回しだ。我が軍も疲弊しているのです。これ以上戦いが長引けば自滅してしまいます。はは、白旗をあげるってわけか。そう受け取っていただいて結構です。わかった、いいだろう。ただ私は個人的な好奇心からリジェスというものをこの目で見てみたいのです。なのでお願いですが、欠片をお渡ししたらどうかその場でリジェスを復活していただきたい。ふん、ずいぶん急だがいいだろう。こちらはすでに準備ができている。持ってきてもらおうか。引き渡しの場所はスタジアムでどうでしょう。スタジアム？ウルトラコロセウムに似た場所か。なぜだ。狭い場所では危険です。リジェスの復活ともなれば不測の事態もありえます。できるだけ広い場所で行った方がよろしいかと。それもそうだな。よし、貴様が妙な真似を起こさないように怪獣軍団を客席に入れて見張っといてやろう。ははは、観客というわけですか。それはいい。差し詰め、リジェスの復活賞だ。よし、ダークゴーネ、かけらを持ってスタジアムに行くぞ。怪獣どもに集まるように言っとけ。はっ。待て、ベリアル、行かせるか。はあ、ズバーン、ガーン、クッ、ガテゾーン、スタジアムに先回りだ。おう、チッ、どうするんだ。すると通信機から光の声がした。こちらにも全て聞こえていた。状況は把握している。バースたちをスタジアムに向かわせる。お前たちもスタジアムへ急いでくれ。リジェスの復活。じゃあちょっとスタジアムに行く前に一旦拠点に帰って、今回はこれで終了して、まあ次回ですね、ウルトラコロセウムに似たスタジアムの、リジェス復活祭を楽しみに行きましょう。ということで今回はこれで終了したいと思います。